昨年、史上初の現役ドラフトが開催され、対象となった選手が移籍してから1年目のシーズンが終了しました。開催前には、ほぼ戦力外の選手の押し付け合いになるだけといった批判の意見もありましたが、皆さんはどういった感想を持たれましたか？昨年の現役ドラフトは明暗がはっきりと分かれ、現役ドラフトの良い点悪い点が分かりやすく現れたと言えるのではないでしょうか。DeNA から中日に移籍した細川誠也は過去最多の37試合を大きく上回る140試合に出場し、打率2割5分3厘、本塁打24、78打点、OPS780 とブレイクを果たしました。また、ホークスでくすぶっていた大竹耕太郎は阪神に移籍すると見違えるようになり、防御率 2.26、12勝2敗と阪神優勝への原動力となりました。この二人は現役ドラフトの大大大成功例と言っていいでしょう。この活躍によって現役ドラフトが選手のキャリアに新たな可能性をもたらすことを示しました。また、巨人に移籍したオコエルイやカープの戸根千明も中盤にかけて失速してしまいましたが、開幕から少しの間話題になるほど活躍していました。あのまま何かをつかめていればと思いますね。細川や大竹といった移籍しなかったらほぼ確実に消えていったであろう選手がスポットライトを浴びることができた、この制度は成功だったと感じます。一花咲かせた選手がいる一方で、ヤクルト成田かける、横浜笠原翔太郎、ソフトバンク古川優里、オリックス渡辺大輝、楽天庄水優也、日本ハム松岡浩希6人が戦力外となっています。現役ドラフトで移籍して結果を残せなかった選手は、あっさりと戦力外になる印象ですね。全12球団リストアップされそうな選手予想。阪神、秋山匠32歳投手。阪神の候補一人目は14年目のベテラン右腕秋山匠投手です。今年の阪神の戦力外の選手を見てみると、高山や北条などの実績がある、二軍で登板数が多い小林などの中堅からベテランなどを切って、チームの若返りや改革に踏み切っていることがわかります。となると、若手の有望株というよりも中堅からベテラン勢を出すでしょう。また、阪神の先発は若手から実力のある投手が非常に多いです。村上、才木の若手に加えて、青柳や西勇輝など実績のある投手が右の先発にいます。となると、秋山に巡ってくるチャンスは相当限られてきます。実際に今年の秋山は2試合の先発登板に終わっており、防御率 7.45、1敗で、ここ2年は印象が悪いです。かなり厳しい立場であることは間違いないですし、チームを変えるのも秋山のためになるでしょう。馬場康介、28歳、投手。二人目は馬場康介投手です。二軍で28試合に登板し、防御率 1.97、一軍でも19試合に登板して 2.45 とある程度の実績を残しています。しかし、調子の良し悪しの差が激しく、一度崩れると失点を重ねることが多いです。阪神のリリーフ陣は皆さんご存知の通り、かなりの層の厚さを誇っており、日の目を浴びていません。しかし、中堅である程度の数字を誇っていることから、現役ドラフトで出せば多くの球団が手を挙げるでしょう。大竹で旨味を知っているので、第2弾の成功例を目論んでいるかもしれません。オリックス、漆原大成、26歳、投手。オリックスの現役ドラフト候補の一人目は、漆原大成投手です。2018年に育成ドラフトで入団し、2020年には支配下登録、20年、21年と20登板以上して、防御率は3点台前半を記録し、中継ぎ陣を支えました。しかし、22年には2軍で41試合に登板し、防御率 6.00 と低迷。
今年は開幕直後から一軍で安定した数字を残していますが、6月頭の試合で5失点と大炎上。オリックス投手陣の層があまりにも厚いため、それ以降もなかなかチャンスをもらうことができずに、優勝が決まってから一軍に昇格し、3試合に登板するも、要四死球5、失点3と厳しい内容。現役ドラフトで移籍して、新天地が最後のチャンスと見ることもできそうです。広島東洋。高橋光也、25歳、投手。キレのあるカットボールと落差のあるフォークで空振りを奪うスタイルの左腕です。2016年にドラフト2位で入団し、21年には先発ローテを任されるも負けが先行してフォームを見直します。昨年は2軍で好投を続けるも、怪我などでなかなか1軍に呼ばれることはありませんでした。今年に入っても2軍で12試合に登板して防御率 8.46 と調子が上がってきません。現状2軍でも起用されていませんが、第一次戦力外では対象になっていませんでした。戦力外あるいは自由契約にするには少しもったいない選手ですが、カープには現状必要ないということで現役ドラフトに出ると予想します。宇草孝希、26歳。外野手。俊足高打が魅力の外野手で、2019年にドラフト2位で入団します。1年目から1軍初昇格を果たしますが、阪神の青柳にデッドボールを受けて、右腓骨骨折手術を受けることに。2年目には実戦復帰を果たし、5月に1軍昇格すると、プロ初本塁打を放つなど、158打席に立って、打率2割9分1厘、4本塁打と活躍します。しかし、昨年から成績は伸びず、今年もファームで打率2割1分、1本、11打点と不調。秋山、野間、西川と左打ちの外野手が揃っている現状では、なかなか厳しい現状です。また20歳の田村俊介や中村隆弘など若い左打ちの外野手も一軍でチャンスをもらい出しているので、現役ドラフトで他球団へ場を移すのではないでしょうか。千葉ロッテ、本前文也、26歳、投手。2019年に育成1位で千葉ロッテに入団。力感のない投球フォームから投げ込まれる質の良いストレートが持ち味で、最速149キロを計測しています。22年には11試合に先発し、防御率 4.66。今シーズンは1試合に先発して5回2失点で終わり、1軍に昇格するもなかなか定着できない年が続いています。2軍では20試合に先発し、防御率は 4.15 と評価がしづらい成績です。しかし、左腕かつ26歳で2軍での要四死球率は平均より低いので、取る球団はあるのではないでしょうか。平沢大河、25歳、野手。2015年のドラフト1位で甲子園のスターとして期待され入団。容姿端麗で強豪校の仙台育英で1年春から公式戦出場、秋にはすでにショートのレギュラーに定着していたことで常に注目を浴びていました。最後の夏の甲子園では3本の本塁打を放ち、そのスター性から全国に名を轟かせます。大きな期待や注目を浴びて鳴り物入りでプロ入りするも、なかなかファームでも打てない年が続きました。ですが、昨年ついにイースタンリーグで打率2割7分8厘、5本39打点で首位打者を獲得。2023年はついに覚醒間近かと期待されましたが、170打席に立って打率1割7分、本塁打3、8打点と不発に終わりました。長年期待されていますが、なかなか花咲くことのない才能は環境を変えて覚醒するかもしれません。楽天は若いショート&東北のスターということで目を光らせそうです。横浜 DeNA、 坂本裕也、26歳、投手。2019年のドラフト2位で入団したキレのある変化球が武器の左腕です。
20年から現在まで毎年のように10試合以上登板しチャンスをもらってきましたが、なかなか結果を残せずにいます。今年も13試合に登板して防御率は 5.76 で厳しい状況ですが、2軍では16試合に登板、うち8試合は先発して防御率は 1.80 と好成績。シーズン終盤にもチャンスをもらっていましたが、4回3失点。2軍で結果を出すものの、1軍ではなかなかチャンスをつかめない。先発&リリーフを経験しているということで、現役ドラフトにぴったりな選手ではないでしょうか。京山雅也、25歳、投手。2016年ドラフト4位で入団した伸びのあるストレートが武器の右腕です。昨季は先発&リリーフで17試合に登板し、防御率 3.23 でまずまずの成績を残しています。しかし今年は1軍では1試合も登板できず、2軍付けとなっています。2軍ではリリーフを中心に39試合に登板し、防御率 3.06 と安定した成績を残しました。坂本と同様、2軍ではまずまずなものの、1軍では定位置をつかめないということで、現役ドラフトにぴったりな選手ではないでしょうか。ソフトバンクホークス、砂川リチャード。1999年6月18日生まれ、24歳、沖縄尚学高校。2017年育成ドラフト3位、推定年俸1000万円。昨年ウエスタンリーグ史上最多の29本塁打を放ったスラッガー、同時に89打点をマークするなど主砲としての期待の高いリチャードですが、1軍では2021から23年の3年間で通算打率1割5分7厘、今季は22試合に出場し打率1割1分5厘1打点でノーアーチに終わっており、いわゆる2軍の帝王化している状況です。今年ユニフォームを巨人で脱いだ松田信弘がソフトバンクを抜けた後が一番の一軍定着チャンスでしたが、思うように成績が残せていません。スイングスピードとパワーは一軍でもトップクラス。最近は変化球にも対応できるようになってきています。ただ層が厚く競争の激しいホークスでは一軍で与えられる出場チャンスが少なく、リチャードにとってプレッシャーになっているのでしょう。しかも初歩的なミスを犯しがち。沖縄出身でのんびりした性格がホークスのチームカラーに合っていません。落ち着いてプレーできる環境に行けば一軍でも必ず能力を発揮できますよとは球団関係者談。優勝が急務のソフトバンクからの移籍が開花のきっかけとなるでしょうか。海野隆。1997年7月15日生まれ、26歳、東海大学。2019年ドラフト2位、推定年俸1300万円。甲斐拓也と遜色ないと評される強肩が売りの4年目捕手。二塁送球タイムは 1.7 秒をマークするなど、インサイドワークにも定評があります。昨年は47試合に出場しプロ初本塁打もマークしましたが、今季は8試合の出場で与えられた打席はわずか2。藤本監督の方針で甲斐拓也がスタメンで積極的に起用されたこと、今季 FA で加入した峰井宏樹、同学年で内外野も守れる谷川健太らの存在、今年のドラフトで高卒捕手を指名し、海の以下の年齢の捕手が育成選手含め8人となっている状況を見ると、元ドラにとはいえチーム内での存在感がかなり薄れてきています。とは言っても26歳とまだ若く、リード面の不安も少ない捕手なので、捕手難のチームに合致していると言えるでしょう。また海野は実績も少なく、昨年のように生地成績を残していた大竹耕太郎の放出で痛い目を見た球団としても、痛くない放出の候補として海野をリストアップしていると考えられます。読売ジャイアンツ、松原聖也、28歳、外野手。2016年に育成ドラフト5位で入団。小柄ながら高い身体能力で広い守備範囲と俊足を武器にしている左打者です。育成5位という指名順ながら20年にブレイク。
86試合で打率2割6分3厘、3本塁打、19打点、12盗塁を記録します。21年には育成ドラフト出身としてプロ野球史上シーズン最多本塁打記録の12本を放ち、最終的に135試合出場で打率2割7分4厘、12本塁打、37打点を記録。育成出身選手として球団初の規定打席に到達しました。亀井がつけていた背番号9に代わり大きく期待されましたが、それ以降不調に陥っています。今年も12打数0安打で終わり、年齢を考えてもこれから厳しい状況になるでしょう。ドラフトでも積極的に外野手を獲得しており、今後も外国人助っ人がどんどん入ってくると予想でき、かなり厳しい状況です。ある程度一軍で結果を残していますし、守備と足を考えれば現役ドラフトの中で獲得したい球団がありそうです。北村匠海、28歳、内野手。内野全般を守ることのできるユーティリティ性とパンチ力のある打撃が売りの北村は、2017年にドラフト4位で入団しました。19年に2軍で結果を出し始めると、翌年には開幕1軍入りを果たします。代打でプロ初安打、初打点を記録すると、1番セカンドでスタメン出場するなど、打率2割2分7厘、2本10打点でチームも優勝し、年俸も倍増。21年も開幕1軍入りを果たし、打率2割5分4本11打点と成績も伸ばします。将来が期待されていましたが、吉川尚輝との競争に負けて徐々に出番が減ってしまいました。特に昨年は数少ないチャンスで結果を残せずに、今季もわずか27試合の出場にとどまっています。一方、2軍では打率3割5厘、3本24打点と結果を残しています。来季ショートは門脇のスタメンが明言されており、セカンドも吉川尚輝に加えて若手の中山ライトが頭角を見せてきています。28歳かつ2軍では結果を残している北村は、出してあげた方が本人のためでしょう。東北楽天、堀内健吾、26歳、捕手。強肩と俊足が武器のキャッチャーで、2015年にドラフト4位で入団しました。16年、17年と2軍で武者修行を続け、18年に初めて春季キャンプで1軍メンバー入りを果たします。終盤には初スタメンも経験し、12試合の出場で打率1割7分4厘、2打点、1盗塁を記録。2軍でも捕手最多の77試合に出場しました。翌年はシーズン通してほとんど1軍で過ごし、65試合に出場、盗塁阻止率3割6分を記録するなど、将来が大きく期待されますが、10月に右肘の手術となり、20年にはその影響で10試合の出場に終わります。そこからは出番がなくなり、今年も3試合のみの出場にとどまりました。2軍では76試合で打率2割6分4厘、2本19打点とまずまずの成績です。23歳の安田が1軍で出番を増やしていますが、堀内もまだ26歳で1軍の経験がそれなりにありますから、現役ドラフトに出て環境を変えて出場機会を求めることは十分にあり得るのではないでしょうか。弓削隼人、29歳、投手。2018年ドラフト4位で加入した193センチの長身左腕です。1年目から2軍ではある程度の成績を残して1軍に昇格するも、定着できずといったことが続きます。昨季は前半戦はリリーフで抑えるも、先発に挑戦した後半戦で結果を残せませんでした。防御率は 3.29 と例年よりいい数字を残し、今季はより多くの登板が期待されましたが、12登板で防御率 5.59 で2軍落ちに。2軍では33試合に登板し、防御率 1.73 と好成績。先発&リリーフの両方を経験している長身左腕ということで、獲得する球団はありそうです。東京ヤクルト、松本直樹、30歳、捕手。
強肩強打が持ち味で、今までチャンスは少ないながらも8試合で本塁打3本を放り込む意外性が魅力の捕手。とはいえ、2019年は33試合73打席に立ちましたが、あとは毎年10試合以下、打席数も数えるほど。正捕手の中村悠平、2番手が内山壮真、古賀と完全に詰まっており、今後も30歳の松本は出番がなさそうです。二軍では打率2割8分6厘とまずまずの数字を出しているので、捕手難のチームに行けば出場機会が得られるかもしれません。太田健吾、26歳、内野手。2014年ドラフト8位で日本ハムに入団したユーティリティ性が売りの左の好打者です。なかなか一軍でアピールすることができずに、19年にヤクルトとの2対2トレードで移籍。その年には90試合に出場し、打率2割5分1厘、3本27打点と1番打者として自己最多の90試合に出場。守備でも内野の全守備位置につき、ユーティリティプレイヤーとしてインパクトを残しました。昨シーズンも内外野ともに複数ポジションを守り、37試合に出場。118打数32安打で打率2割7分1厘とある程度の数字を残します。しかし、今シーズンは41打数8安打で打率が1割台。一方で2軍では打率3割2分3厘、本塁打6本、27打点と好成績を残しており、何よりフォアボールが昨年より増えていて OPS が928。ヤクルトの内野は若手が多く、左打ちが飽和状態なのでチャンスは少ないでしょうが、他球団へ行けばブレイクする可能性が高いです。埼玉西武ライオンズ、山野辺翔、29歳、内野手。2018年ドラフト3位で入団した複数ポジションが守れる内野手です。浅村や秋山、殿崎や源田など、西武のドラ3野手はかなり当たりが多いため、ファンからも期待されていた選手ではないでしょうか。社会人卒なので即戦力として求められていましたが、19年から現在までなかなか一軍でインパクトのある活躍はできませんでした。今年の成績を見ても35試合に出場し、打率2割5厘、0本、2打点という成績に終わっており、厳しい立場に置かれています。一方でファームでは142打数40安打、打率2割8分2厘、本塁打7本、22打点と好成績です。29歳という年齢でベテランに差し掛かります。球団を変えることでブレイクする可能性はあるでしょう。大曲蓮、25歳、投手。浜谷と悩んだのですが、先日クモンが戦力外となったこともあり、右腕の大曲が出されると予想します。2020年ドラフト5位で入団した150キロを超えるストレートが武器の投手です。昨年今年と一軍での防御率は5点台を超え、アピールできず終わりました。今年はシーズン終盤にも登板しますが、フォアボールを2つ与えるなど3失点でイメージが悪いです。一方、2軍では31試合に登板して、防御率は 3.21。まだ25歳で若いため、活躍の場を移せば覚醒するかもしれません。中日ドラゴンズ、鈴木博、26歳、投手。2017年にドラフト1位で入団したゆったりとしたフォームから繰り出される力強い最速157キロのストレートを武器とする右腕のパワーピッチャーです。オープン戦から6試合無失点と好投し、新人で唯一開幕1軍を勝ち取り、救援に起用されました。1年目から53試合に登板し、防御率は 4.41、4勝6敗、12ホールド。2年目も開幕から守護神に任命され、14セーブを挙げますが、投球内容から守護神を剥奪されます。サイドスローへ変更したり、先発に挑戦するも奮起できず、将来が大きく期待されましたが、今現在まで見張るような活躍はできませんでした。
2軍でも15試合うち先発10試合で登板し、防御率 3.66、3勝5敗と突出していい成績とは言えません。中日投手陣は競争が非常に激しいので、放出される可能性は十分にあるでしょう。守護神、先発、リリーフと経験が非常に豊富で、26歳と若いことから人気になりそうです。石垣正美、25歳、野手。高校通算37発のパンチ力と、遠投100メートル、50メートル 5.9 秒の3拍子が揃っているユーティリティプレイヤーです。立浪監督は来年にかなり力を入れている様子。現役ドラフトを補強の場の一つと考え、細川の例もあるため、人気が出そうな石垣を選びました。新戦力やリュークが積極的に起用される傾向にあり、来年も立浪監督が続投、さらには田中美希也の復帰ということで、石垣の出番は増えそうにありません。数字でも打率8分7厘で、少ないチャンスもものにできていない現状です。一方、2軍では2割8分6厘、4本、26打点と結果を残しています。ユーティリティかつ25歳という年齢、2軍でのバッティングを見ると、環境を変えれば化ける可能性はあると思われます。北海道日本ハム、石井和成、29歳、内野手。2016年2位で入団した高い守備力と高打を武器とした内野手。ルーキーから開幕1軍を果たし、その高い守備力から9番ショートとして新人100試合出場を達成。それ以降は中島拓也の活躍により出場機会が減少。しかし昨年は新庄監督の下で様々なポジションで積極的に起用され、打率2割3分6厘、70安打、6本塁打、32打点とキャリアハイを叩き出します。今年も期待されましたが、結果は打率1割6分9厘と低迷。2軍でも2割1分7厘、本塁打1、3打点と厳しい状況です。ですがその高い守備力から現役ドラフトに出れば、二遊間が薄い球団は手を挙げるでしょう。来年は新庄監督最後の年と言われていて、どうしても順位を上げたい日本ハム。現役ドラフトを補強の場と見るのであれば、石井を出すこともありそうです。石川直也、27歳、投手。192センチという長身から投げ下ろされる最速156キロのストレート、落差のあるフォークが武器の右腕です。18年に守護神の増井が FA したことなどがあり、抑えとして開幕1軍を迎えると、この年は52試合の登板で1勝2敗、18ホールド、19セーブ、防御率 2.59 の成績を残してチームに貢献。続く19年にも不調から抹消などを経験しますが、60試合の登板で3勝2敗、21ホールド、5セーブ、防御率 3.31 を記録。しかし、故障やコロナでの離脱が影響しているのか、ここ3年連続で成績が低下中です。特に今年は防御率が5点台となっています。2軍では15試合に登板して防御率3点台、27歳で過去には守護神を担っていて、192センチという恵まれた体格の持ち主です。リリーフが手薄なチームは手を挙げることでしょう。以上、現役ドラフトに出そうな選手を予想しましたが、いかがでしたでしょうか。他に候補や現役ドラフトに関するご意見がございましたら、コメント欄で教えてくださいね。くすぶっていた選手が活躍する姿は胸を打ちますし、その一方で戦力外通告される選手が多いのがプロ野球の厳しさを感じますね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。